皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今日バンクーバーの街中を来ました。ずっと散歩して1時間半ちょっと歩いてます。はじめのサイエンスワールド、丸いですよね、丸いです。まあ、今日は何を話そうかなと思いまして、決まったことは一つあります。あの太陽を見て、地球から見てる太陽、光がね、7万光年先の太陽ですよね、光ですよね。で、僕らは今日宇宙について、僕らの中にいる小宇宙、そして世界を司る大宇宙を話そうかなと思います。今日は壮大なスケールで話そうと思います。どういうことかと言いますとですね、僕らは地球に住んでるじゃないですか。で、地球の中のあなたは日本、まあ日本じゃない人もいるかもしれない、どっかかもしれない。僕は今ここカナダ、小さなこの星の中にいるじゃないですか。で、星の中にいろんな人種も住んでる、男の人、女の人も住んでる、まあ、いろんな人たちが密集してるじゃないですか。そういう中で、で、宇宙はどういうことかって言ったら、地球もありますし、で、火星もありますし、僕らが知るだけでもほんの少しの惑星か知らないじゃないですか。で、外の世界と中の世界、まあ、すなわち僕の体の世界、あなたの世界も小宇宙ですよね。だって僕が月だとしたら、あなたは地球かもしれない、もしかしたら木星かもしれない。それは互いに共存し合ってる中にあるということですね。で、例えばこれも手ですよね。手、頭、髪、目、口、全部それぞれ違うじゃないですか。 部署はどうしてでしょう。同じ細胞からできてるのにそこが違う、はい、同じ細胞っていうのはこの中に素粒子とか、なんか量子力学みたいなもので司るものは一緒なのに、役割として違うものがなってるじゃないですか。これなんかちょっと難しくなってきましたね、話が。トンチンカンな話しますけど、でもやっぱ宇宙って何も分かってないから、海の中も分かってないじゃないですか。うん、つまり僕は今日何が言いたいかというと、僕たちの体の中にもあるのも小宇宙、一つ一つが小宇宙で、この今見てるこの星ももしかしたら小宇宙、太陽系自体も小惑星、小宇宙かもしれない。でもっと広いじゃないですか、宇宙ってもう多種多様ですよね。やっぱり多種多様、これをね、見ながらでもなんか感じ取れるし、で、今日歩いてきた中でもいろんな人に見て、いろんな顔がいて、いろんな人がいまして、それをみんな見てね、本当にみんな自由だなと思いました。自由って最高だなと思いました。なかなかね、一つの枠に閉じこもると、その企画の中で生きてて苦しいなとか思っちゃう人もいると思うんですけど、そうじゃないっていうのはね、ただこうやって本当外出て歩くだけでも感じられますね。やっぱでもそれを感じられるっていうのは、そういうふうに自分が感性を持ってるからということで、その感性を教えてもらうとかいうことからも起因してなるかもしれないし、ましてや自分がなんかね、まあ、これを見て感動したとか、この音楽を聴いて感動したとか、音を見て、まあ、お花を見たりとか、で、物を見たりとか、その辺の中雑踏とか、これ小鳥の音とかを耳を澄ませばね、そこにフォーカスされる。人間の耳っていろんな音を聞いてるのに、自分が集中してるものに対してすごいそこを聞き取れる力があるらしいです。もし隣でね、騒音がバーッとひしめき合ってても、自分の聞きたいものだけを勝手に他のものをシャットダウンして聞くそうです。はい、ということはですね、いろんなことの、もし何か自分に対するね、誹謗中傷とかあったとしても、この周りのこと今みたいにこうシャットダウンできる機能を持っているので、そこをパシン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 と切って、自分のところに行きたいところをフォーカスで、自分の知りたいことをフォーカス、そうしていったらね、全然 OK だと思います。グッとグッとなると思います。はい、あ、本当にね、はぁ、空気を吸ってね、このポジティブエネルギーをね、感じてます。はい、でもポジティブエネルギー、今日はね、ちょっとね、髪の毛を全然整えてないんでね、あれなんですけど、もう休日です。もう休日、しかもね、この感じもね、また最高だと思います。はい、皆様、今、あれかな、そちらでも皆様生き生きしてますかね。今日も元気にね、どん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 ね、行ってほしいです。で、俺もこう元気だけど、眠たきはもう、あーだるいなとかなりますけど、でもそれもね、こう浮き沈み、いや、流れ、いや、波動の流れ、しかも習慣の流れっていうね、それだけだと思うんで、また今日も短かったですが、あなたの中にも小宇宙がある、で、外の周りにも大宇宙がある、で、小宇宙との集まりが大宇宙になるっていうね、その細胞細胞一つもそうですし、それを分かっていくとまた面白いことになると思います。また今日もちょっと最後に見てみましょう。これバンクーバーの今夕焼けになりますね。これはね、サイエンスワールド、バンクーバーの山、で、海、そして太陽、ダウンタウン、これだけのね、自然があるっていうだけでもね、すごい環境に恵まれてますよね。はい、こういう気持ちをね、またね、大事にしていこうと思います。皆さんの住んでる街にもきっといいことがある、素晴らしいものがあると思います。それをただね、自分で見てるか見てないか、いや、感じてるか感じたいかだけの差なんですよ。これを感じれるこの気持ちを、それぞれをまた皆さんで共有して、またそちらの情報をお伝えください。それでは短かったですが、今日はこういうことでした。ありがとうございます。またコメントよろしくお願いします。それではまた明日会いましょう。それじゃあ、バイ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 、ありがとう。もうだいぶちょっと歩きましたね。歩くって健康にいいじゃないですか。で、歩く目に入ってくるもの、やっぱり耳に入ってくるもの、この態度見てください。ちょっと決まってません？
このちょっと気取ってる感じ、この気取ってる感じに浮かれてる自分っていうのもまた気持ちいいですよね。はい、ここでまた瞑想をする、で皆さんの子を見るっていう、ね、この自然を楽しむというか、この喧騒、この日本のね、人間が作ったものの造形もまあまあまあ美しいですね。そこを感じるっていうと、また森林に行って、海に行って、海に潜って水の中を行くっていう、そこの景色もまた違うじゃないですか。それもなんて素晴らしいことだなって、常に素晴らしいなって思っちゃうだけで素晴らしいですよね。どんだけ自分が好きなんだって。みんな好きになってますか？皆さん自分も好きですか？みんなの宇宙、自分の宇宙を好きですか？愛しましょう。そしたらね、なんか見えてくるものがあるっていうのは本当そうだと思います。もう無限大の力を発揮しますよね。ここだけ見てても、まあ、窓一つ見ても、あの部屋の中、みんな一人一つの家族、一つ一つの部屋の中に物語があるじゃないですか。何をそんなこと言ってるんですかって言われます、言われそうですけど、でもそういうなもんじゃないですか、ね、こうやって見てても今、ね、お子ちゃまが遊んでますけど、お子様も大きく育ったらまた考え方が変わるし、で子供の時はこうやって好き勝手ね、動いたりとかして遊ぶわけじゃないですか。もうその遊びの心の魂、素晴らしいですよね。で若い頃に、ね、子供の頃にね、その楽しさをずっと発揮してて、大人になってもずっと発揮してる人って結構ね、自由に生きてるなって、輝いてるなって、本当はそのまま自由に生きてるっていうその姿をね、本当は人間らしく言ってるはずなんですけど、途中でやっぱりね、どっかにね、規範にのっとったりとか、まあ常識だとかね、そういうなんだ、教育というかしがらみというか、そういったものにね、惑わされちゃって、どんどん大人になっていくわけですけど、こうやってやっぱ見てると、やっぱり子供の頃ってやりたいことやるっていうね、すごいね、懐かしいなと思いますね。まあ今からでも全然遅くないんで、大人になってもね、あの子供のように生きてる人たち結構いるじゃないですか。そういった人たちになりたいなと、なりたいなって思うんだったらなってまわって、なってまったら最後やっちゃいましょうよっていうね。いかにね、ポジティブとかネガティブとか言いますけど、まあ、ネガティブでもポジティブだと思う、その気持ちがあればね、もうポジティブです。どっちにしろみんなね、選んでるんで、好きな方を選んでるはず。で嫌いな方を選んでる時ってやっぱ不平不満を言っちゃってるし、不平不満を言ってる時ってのはやっぱり一番自分にとって良くないことだなと思いますね。だってね、不平不満を言ってること時点で自分がね、そこに対しての生き方を否定してるというか、まあ、ちょっとつまんねえなって思ってるぐらいだから、つまる方に行っちゃった方がいい。大変でもつまる方がいいですよ。だって楽しいことをした方がいいもんっていうのはみんなの欲望じゃないですか。それをあえてしないってことは自分でそっちを選んでるわけなんで、それはね、やっぱり、やっちゃった方がいいですね、はい、後悔は先には立たない、後悔は後で悔やむと書いて後悔なんでね、後悔しないように生きるっていうのを皆さん言いますけど、後悔しないようになるべくちっちゃな一つから始めましょう。今日もね、またね、ご視聴ありがとうございます。さっきもバイバイしましたけど、あまりにさっきの V が短すぎたんでちょっと追加で撮りました、はい、小宇宙から続いて今この周りのことをちょっと話しました。それではまたですね、これこそ本当にバイバイ、じゃあまた明日、バイ。